皆さんこんにちは。今回は曽根崎新地を散策しました。曽根崎新地は梅田から少し南に位置する場所で、おしゃれな飲食店や小料理屋がひしめき合っています。私はこの界隈はあまり行ったことがなく、少し緊張していました。今回お伺いしたのはおにぎりりゅうさん。このお店の大将は元 WBO チャンピオンの山中龍也さんです。お店には男性客が多く、彼らはボクシングの話に花を咲かせながらお酒を楽しんでいる様子でした。今回はおにぎりりゅうさんでいただいた全メニューをご紹介します。まずはおでんのポテサラ。おにぎりりゅうさんではおでんのメニューもあるため、おでんネタを使った一品があります。おでん鍋からじゃがいもと卵を取り出し、潰して作ります。そのため注文を受けてから作ってくれます。少し玉ねぎのようなシャキシャキ感もありますね。黒胡椒がアクセントとなり、お出汁の旨みを感じる一品です。続いて焼きたらこ。おにぎりメニューにもありますが、今回は当てでいただきました。一口サイズで表面がカリッと焼き上がっています。カリカリ食感とプチプチ食感がたまらないですね。女性におすすめかと思います。程よい塩気があり、お酒にぴったり合いますよ。今回は日本酒を合わせてみました。塩むすびという銘柄で、鳥取県で作られる純米酒の一つです。口当たりは滑らかでありながら、キレも感じられます。日本酒苦手な方でも飲みやすいと思います。また和食にもよく合うので、おにぎりとの相性も抜群ですよ。続いておでんをいただきましょう。まずは春菊。ボリューミーで量があり、箸で持ち上げるといい香りが広がります。また春菊はシャキシャキとした食感もありつつ、程よいサクサク感も楽しめます。常連さんもお気に入りで、私もぜひおすすめしたい一品ですよ。続いてたこまる串。かまぼこの老舗いさみかまぼこのものを使用しています。すり身は空気をたっぷり含んでいるため、ふわふわっとした食感が特徴です。さらに細かく刻んだたこが食感のアクセントとなり、バランスを生み出しています。串で食べることで手軽に楽しめるように、老舗ならではの品質と風味を堪能できます。いさみかまぼこの伝統とこだわりが感じられる一品です。おでん3品目はがんもどき。天神橋筋の前田豆腐店のものを使用しています。厚焼きにひじき、人参が入っているイメージです。中央には銀杏が入り、ごまがアクセントとなっています。一口食べるとゴロゴロと崩れる食感が広がります。口の中でお出汁がじわっと広がるのも魅力ですね。まだまだ注文したいあてがたくさんありましたが、そろそろ締めにしましょう。今回のメイン、おにぎりです。注文を受けてから大将が目の前で握ってくれます。肩にご飯を詰めた後、ふわふわと軽く握ります。お米にはブランド米のつや姫が使われており、一粒一粒がしっとりとしていました。海苔の歯切れよく香ばしさが広がります。今回はサーモン漬け、牛しぐれ、卵黄醤油漬けのおにぎりを注文しました。まずはサーモン漬け。細切りにしたサーモンのお作りは醤油ベースのタレに漬け込まれています。さらに柚子胡椒が隠し味となっています。一口食べるとサーモンのとろける味わいが広がり、後味にはピリッとした風味が残ります。お酒との相性も抜群で、美味しいお酒と一緒に楽しむことができますよ。続いて牛しぐれ。見た目は牛丼の具のような風貌をしています。しかし一口食べるとその中身の美味しさが広がります。牛しぐれは生姜が効いていて、すっきりとした味わいが特徴です。脂っぽくなく、さっぱりした口当たりで切ることなくいただけます。見た目に惹かれつつも、食べてみると意外な一品として楽しめますよ。最後に卵黄醤油漬け。卵黄とは卵黄を模した名前で、ブランド卵、卵黄を使用しています。このおにぎりは卵黄をだし醤油に4日間漬け込んだもので、いわゆる卵かけご飯のような味わいが楽しめます。卵黄が濃くて旨味があり、口の中でとろける食感が広がります。大将もおすすめの一品で、私もぜひ食べていただきたいと思いましたよ。締めはしじみ汁。このしじみ汁は合わせ味噌のコクと旨味が特徴です。縮めから出た旨味も豊かな風味を加えます。北新地は会社勤めの方が飲みに訪れることが多いため、明日のために飲む方も多いでしょう。また、七味や山椒などを加えることで味の変化を楽しむこともできます。縮め汁を味わって明日も元気に過ごしましょう。今日はおにぎり龍さんで食べた全メニューでした。お酒と9品で4800円でした。こだわりの手作りのあてと大将の貴重なお話が聞けて、このお値段はコスパ最強ではないでしょうか。行ってみたいな、美味しそうだなと思った人、高評価をお願いします。今後も今回のような動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれたり、チャンネル登録お願いします。ナレーションは本田哲郎でした。